ゆい。パパ。おい。パパに会えました。どうしたんだゆい。ちょっと甘えすぎだぞ。それに今は妖精の大きさじゃないんだから。街でお散歩をしていたらパパに会えました。だから嬉しくてつい。しょうがないな。おいで。よしよし。はーい。頭をなでなでしてもらいました。なんだかこうしてもらうのも久しぶりな気がします。そうだな。アンダーワールド、特にダークテリトリーへ来てからはゆっくりする暇もなかったもんな。はい。パパもママもこの世界の人たちから必要とされていて、忙しくて大変なのは見ていてもわかりますけど、たまには息抜きもしてくださいね。ああ、ゆいには寂しい思いをさせていた。ごめんな、気づかなくて。いいえ。でももう少しだけこうして甘えていたいです。な、構わないよ。とは言ったものの、あんまりこういうところを人に見られると誤解されるかもな。例えばアリスとかユージオとかに。キリト、何をやってるの？ユージオ、そんなに驚くこと？ごめんよ、見かけたからちょっと声をかけたつもりだったんだけど。いやいいんだ。あ、すまない、俺もちょっと急に話しかけられたから驚いただけで。パパ。どうしたんだユイ。なんでもないです。そうかねえキリト、前々から聞こうと思ってたんだけど、なぜその子は、ユイは君のことをパパって呼ぶんだい？いや、それはその、説明が難しいな。キリトの周囲にはいつも誰かしら女の子がいるよね。つまりユイもその中の一人という意味なのかな。いや、それは誤解だ。ユイはつまりそのなんだ、俺とアスナの、パパ、私やっぱりご迷惑ですか？全然迷惑じゃないからな。ユイ、お前が泣く必要は全くないからな。キリト、そんな小さな子を泣かせて。いや、ユージを勘違いしないでくれ。一体どう説明すりゃいいんだ。キリト、悪いユージを、ちょっと俺たち用事を思い出した。じゃあこれで行くぞユイ。はい。あ、二人とも待ってよ。はあ、もう行っちゃった。やれやれ、ここまで来れば大丈夫か。ごめんなさいパパ、私のせいでユージオさんにいらぬ誤解をさせてしまいました。いや気にするなって。ユイと俺とアスナの戦いきさつは何かと複雑だし、他人からは誤解を招きやすいからさ。とにかくユージオには説明はいずれするから、ユイは安心していいぞパパ。よしよし、いい子だ。キリト、一体お前はそこで何をやっているのです？アリスさん。お前が複数の女性と仲が良いのは知っています。しかしユイは、彼女はいささか幼すぎませんか？何言ってるんだ。これは決してやましい意味じゃなくてだな。ではどういう意味なのです？パパ。ユイ大丈夫だ、お前のことを叱ってるわけじゃ。それと前々から尋ねたかったのです、そのユイという子はなぜキリトのことをパパと呼ぶのですか？それは説明がすごく難しい。パパ、私
パパやママのことはもうパパ、ママって呼んじゃダメなんでしょうか。そんなことはない、絶対にそんなことはないぞ。それです。彼女はお前のことをパパと呼び、アスナのことをママと呼びます。一体それはどういう意味なのですか。それについてはそのとても複雑な事情がありまして。お前、返答次第では許しませんよ。落ち着けアリス、余計にこじれる。その尋常ではない慌てぶり、やはり何か後ろめたい理由があるのですね。何も後ろめたくはない、断じて後ろめたくないぞ。では一体何なのですか。なぜユイはお前をパパなどと呼ぶのです。わかったから落ち着いてくれアリス。話はまず剣を収めてからにしてくれ。パパ、私もう…アリス、俺たち用事を思い出したんだ。これで失礼するよ、またな。お待ちなさい、話はまだ終わってませんよ。おのれ、逃げ足の速い。まったく、ユージョもアリスも変に気まじめだから、こういう時は余計にややこしくなるな。あの、パパ大丈夫だったか、ユイ。いいえ、大丈夫じゃないです。ユイ、ユージョさんもアリスさんもパパとママの大切なお友達です。お二人に限らず、私のことを皆さんにきちんと説明しましょう。ユイ、ああ、確かにユイの言う通りだな。逃げてばっかりじゃ何も解決しない。ごめんなさい、私もついパパとママに甘えてしまって。いいんだ、それにこれは俺たち家族の問題だしな。ユージオとアリスには今度しっかりと説明しておかないと。パパ